高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路とは高規格幹線道路の一つ A 路線とも言われる。本来高速自動車国道として整備される路線のうち早期の全区間整備の必要性は低い路線に並行している一般国道で部分的に混雑解消や山間部のアイロ解消などのためバイパス道路の整備が急務となっている一部区間のために 高速自動車国道の一部を一般国道バイパス扱いで先行整備した道路。税金または追加で東日本、中日本、西日本の各高速道路会社等が建設費を投入して建設する。建設費を全て税金のみで賄った場合は無料道路となり、高速道路会社も負担した場合は一般有料道路として供用されることになる。 実質的に高速自動車国道の一部であっても、あくまでも一般国道のバイパスとして扱われるため、高速自動車国道の法定最高速度や最低速度は適用されず、指定最高速度標識のない場合の最高速度は時速6 0トルとなる。また、有料道路の場合、当該道路単独で召喚しなければならないことから、通行料金の陳立が、 全国的な料金プール制をとる高速自動車国道よりも割高になるほか、特典の付与率も比較的低くなっている。広島岩国道路では ETC 車に限り料金の値下げが実施されており、連続する山陽自動車道と変わらない料金で走行できるようになっている。また、道の区有料道路、第二道の区有料道路や山口上道路のように、 県道の一部が A 路線に指定されている場合もある。また、道の区有料道路の全線、ガス山道路や、志と坂峠道路の一部のように、一般道路の区間が A 路線に指定されている場合もある。高速自動車国道との接続によって、A 路線から A 路線に編入されるケースもある。以下に A 路線という概念が成立して、 以降の A 路線編入区間について示す。1966年に国土開発幹線自動車道建設法で制定された路線網 7600km。これ以外に高速自動車国道を建設しようとしても法的根拠を持たないために不可能である。この路線網は1987年に 14000km に拡充されることになる。 高速自動車国道は闇雲に建設できるわけではなく、1966年に国土開発幹線自動車道建設法で制定された路線網 7600km に根拠を求める必要がある。この路線網に記載のない場合は高速自動車国道として建設することはできない。つまり、地方が高速道路欲しさに有力政治家に働きかけても、 法律の壁に阻まれて建設することは不可能である。7 6 0 0トルとは採算に見合う限度いっぱいの路線網としてこれ以上の高速道路建設に歯止めをかける意味を持っており採算を度外視した高速道路誘致を図る政治家を寄せ付けないためのものでもあった。しかし地方は高速自動車国道を絶望し法律の壁を塗って 高規格の道路を誘致する方法を画策した。金丸真などは、選挙地盤の山梨県に将来、高速道路を誘致するために、高速道路らしき国道すなわち国道バイパスを建設する手法を駆使した。宮崎県延岡市の場合は、日本道路公団と太いパイプでつながるわせ、高彦を市長に据えて打開策を練った。そして建設省の道路局長と掛け合った結果、 一般有料道路を作ってはどうかと提案された。高速自動車国道は法律の根拠がなければ建設できないが、一般有料道路ならば公団は建設省に申請するだけでよく、高速道路らしき道路を作り続けていけば、やがては高速道路網に組み込まれる可能性がある。折しも、この提案が持たれた1980年代は7 6 0 0トルで計画された。 国土開発幹線自動車道網が1985年頃には拡充されるという話が出回り始め、東九州への高速道路誘致を目指す地元大義市や和瀬らの陳情のタイミングは、これと気を一にするものでもあった。そうした道路局長の提案を和瀬は受け入れ、延長3 7トルの一般有料道路、延べ高難道路の建設へと至った。これが、 将来の高速自動車国道格上げの可能性がある道路ということで、公団はこの手の一般有料道路を隠れ高速と呼んだ。このように昭和50年代に計画された日本道路公団の一般有料道路とは、将来高速道路網 7600km が拡大されることを見越して作られたものであった。東九州において採用されたこの手法は、 道路族の有力政治家が好んで駆使することとなり、結果、全国に短距離の一般有料道路が次々と建設されることになった。地元民にとっては高速自動車国道も一般有料道路も違いがわからず同じに見えることで、政治家は一般有料道路を誘致すれば、それは地元民に対する有効なアピールとなった。こうして芝叩く間に全国に展開された。 一般有料道路だが、その路線延長が、おのの短すぎて、ネットワークを形成していないことに加え、需要予測が甘かったことから採算性が、極めて悪い結果を招くことになった。日本道路公団は、財政等融資に、建設の資金源を求め、通行料金で返済する公団方式を採用することから、早期の採算性向上が見込めない。 一般有料道路の建設は即座に、公団の経営を圧迫した。公団の首が借金で回らないと見る役には、採算性の悪い一般有料道路建設のために、利子補給を行うことで、さらなる不採算路線の建設へと公団の尻を叩いた。やがて1987年9月の国土開発幹線自動車道建設法の一部改正により、 高規格幹線道路網が 7600km から 14000km に拡充されることになった。この時追加された 6400km のうち、従来の国土開発幹線自動車道 7600km に仲間入りしたのは 3920km で、これについては原則的に日本道路公団が高速自動車国道として整備することとされたが、 国土開発幹線自動車道に並行して自動車専用道路が整備されている区間ではその自動車専用道路を当面活用することとされた。その自動車専用道路、すなわち全国に散らばって計画された19カ所の隠れ高速こと一般有料道路は今回追加の3 9 2 0トルの国土開発幹線自動車道網にすべて活用されるに至った。こうして かつて建設小道路局長が提案した通り、先行開通した一般有料道路は高速道路網の一部となった。かくして一般有料道路は高速自動車国道への入場券の役割を果たすことになった。後に高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路とされた道路とは、この隠れ高速がいくつか含まれている。その例として、早と道路、 延べこ南道路、伊勢湾岸道路を上げることができる。高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路の概念を示す図。山間部等の愛路において、高速自動車国道の整備計画と、並行して一般国道の計画がある場合、二つの道路の二重投資を抑制する意味から、一般国道を高速自動車国道の規格で建設することが、 料金上昇抑制の観点から有効であるとされた。高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路という概念が示されたのは1995年11月30日に建設大臣の諮問に答えて道路審議会がまとめた中間答申による。これは今後の有料道路のあり方について答えたもので。 その中でも高速自動車国道について答申された。それ以外の有料道路については後日答申している。高速自動車国道における有料道路事業のあり方について、主として6項目の提言がなされたが、そのうちの一つが、全国料金プール制の負担軽減と、高速道路ネットワークの早期整備を図るために、 一般国道自動車専用道路による高速自動車国道の代替を認めるという内容であった。これは今後の高速自動車国道の建設予定地に一般国道の計画があって、なおかつ高速自動車国道の整備が急がれている場合、二つの道路を各々建設するのではなく、一般国道を高速走行可能な自動車専用道路として建設して、 高速自動車国道の機能を代替させるとした内容である。具体的には一般国道は公的助成により建設される道路であり、これを高速自動車国道として代替させることで一般国道建設区間への内部補助を軽減させる意味合いがある。特に交通需要が少ない地域に高速自動車国道を建設した場合、全国料金プール制を採用する高速自動車、 国道事業にとって少なからず悪影響を及ぼすことから、この区間における一般国道の代替は有効であるとされた。そして代替された一般国道については、将来は段階的に高速自動車国道に編入することも検討に値すると報告している。ありがとうございます。